ったぞ。他の5人は足止めできたのに、こいつだけは最後まで残りやがった。17日と18日の深夜に虚構迷宮の準備を終えた。6時間もあれば余裕だった。あとは侵入履歴を残さないためのハッキングを会場サーバーに侵入して行って完了。余談だけどおそらく1回戦中にサーバー室で死んでいた人は僕を殺した犯人と同じにするだろう。ジョルジュなら隠蔽も容易だからな。抜かりはないだろう。18日、方針が定まった以上は作戦決行の調整と条件を満たすための準備。これは簡単で準々決勝で実力者が互いに全力を出し合った後、試合終了後がチャンスだ。だが想定外の動きがあった。天野江隊長が独自で何らかの事件に動き出した。僕はその手伝いをやらされることで午前中は時間を潰されることとなった。だが逆にチャンスもできた。まさか6人中3人のジョーカーに接触できた。ここが拠点と分かれば襲撃することも可能。少なくともこの旅館や周りの監視カメラと範囲を絞れるのは大きかった。あとは去り際にわざとらしくそれらしい情報を教える。そして聞いてほしいと言わんばかりの西洋の小言で思わしげな発言をする。真実3、嘘7、これで少しの真実を混ぜることで面白いくらいに考察をしてから回ってくれる。リスクはあったけど、リオは昨日の段階で東京不在は確認済み。ジョルジュも天野江隊長から連絡が来たついでに聞いたけど、すでに第二部隊拠点に帰っていることが分かった。つまり僕が事件を起こすまでは当然誰も僕のことを何も意識せずに見る。ニュースを見たか？死体が見つかったぞ。だけど死体の損傷がひどいのと水死体だからな。身元が判明するのに時間がかかるだろう。DNA 検査とか歯型、指紋検査とかされたらさすがに僕と結果が出ないでしょ。どうすんの？いや、まだ実質半日程度。損傷は激しいのは間違いないが、服装や身体の特徴でファルドラと認識するだろう。結果が表に出るとしても明日、防衛軍に届くとしても今日のことになるかどうか、警察が先だからな。じゃあなんであんたは知ってんだよって聞きたいけど、聞いていいの？ファルドラの仕事を使わせてもらっただけさ。この死体も俺がやったレプリカ用の死体と同じ用途と関連付けることは可能だからな。そこの話をすれば事前情報ぐらいは容易だ。もちろん確定情報が出るまでは俺も黙ってるまでがお約束だ。使っていいんだろ、ファルドラを。ああ、問題ない。警察もまさか真犯人とやり取りしてるなんて夢にも思わないだろうさ。まあ、これで明日には情報開示ってわけだ。うまく夕方放送に持ち込めば時間もいいだろうし、防衛軍を動かす分には問題なし。あとは6人のジョーカーだな。これらを除外できればいいんだけど。そして19日、作戦決行の時は来た。作戦1、バハート、パトの離脱。事前に確認しておいた監視カメラでパトがこっちに来るのを待ってから、バハートに重傷を与える。これくらいしておかないとパト側に優秀なヒーラーがいるからね。それにこの程度でバハートは死なない。パトにも重傷を与える。二人ともオーラを酷使している状態。そして怪我を治すとなれば離脱は必須。パトがバハートにとどめを刺した。僕の手で死者を出すと話がおかしくなるため僕自身も動揺してしまう。天野江隊長不在によるグラフや、バハートとパトの関係を言い訳にそれらしいことを言ったが、僕自身苦し紛れだった。とりあえず次の準備に取り掛かる必要があった。作戦2、調査錯乱と色石化とソフィアの離脱。防衛軍や他の勢力の調査を虚構で会場付近のみ錯乱させる。つまり誰か一人でも会場にいれば虚構で誤情報が流れるようにしている。調査の都合上必ず会場に最低一人は残る。そこの機材から電波ジャック、捜査錯乱中にターゲット二人の動向を確認する。試合中に残り二人は会場に来ていないことから拠点に残っている可能性が高いため、ラディウスには足止めとして洗脳者たちをその周辺に他の地域よりも大勢放つように連絡する。天野江隊長が死んだ？嘘だろ。ああ、信じたくない。だが天野江隊長が死んだ以上俺には目的がない。もう終わりだ。バハートの件といい、天野江の件といい、なんで計算外のことが起きる？天野江がなんで死ぬ？このタイミングで、ふざけんな。天野江はこいつを動かす重要な餌だった。それがなくなったらこいつがまともに動かない？じゃあラディウス、お前も表で死ね。そしてとことん証拠を隠せ。敵討ちをしたいだろう。防衛軍にいたら市場で人は殺せない。市長として生きろ。僕が協力者としていてやるから。嘘だ。この件が終わればこんな奴と接点を持つだけ無駄。デメリットの方が多い。そうだな、今回は全面的にお前に協力する、全部お前に任せる。そうか、なら死体を持ってこい、何でもいい、漁港でその死体をラディウスに見えるようにするから。わかった。ダメだな、こいつ。見る限り絶化は能力が使えない、反動か、ならそのままでいいか、ソフィアは元気そうだな、一番厄介だな、最悪ソフィアが残る可能性が高いか。作戦3、漁港迷宮発動、かな、式月下の離脱。ラディウス、カナと式月下の足止めを頼む。もう隊長レプリカは使っているよな。ああ、お前の計画通りだ。分散した副隊長、隊長連中は足止めを食らうだろう。
よし、なら足止めが完了したら街の情報を掴んでから戻ってきてくれ。この中だと外部の情報がわからないんだ。わかった、お前はいつも正しいからな。ファルドラ。よし、これで総戦力で攻めてくることはない。こんな膨大な能力領域だ。リスクも高い。ある程度の算段が効くまではつくよみや他の連中も手出ししないだろう。ソフィアの件は想定外だがうまくいったのは大きい。あとは迷宮内部に僕の情報を都度伝える。そしてそれらの情報をまとめ、実力があり、ここまで来れる知能があるやつに僕の計画を話す。本来ならラディウスに全てつけて終わり。まあ、結果的にバハートを殺したのはパトだ。僕は結果誰も殺していない。そしてラディウスがこの異変で多くの犠牲者を出した。その取り返しのつかない悪を表に出す。それで説得材料は問題ない。これで、表ではファルドラは悪、正義に敗れて死亡。裏ではファルドラは正義、真の悪であるラディウスが敗れて死亡。そして僕は利用を、すべての計画がうまくいくんだ。計算外はたくさんあった。だが最後までやり遂げる。それが僕の正義だ。革命の正義、普遍の正義には屈しない。ご主人、外での役割は終えたんですね。ああ、メリアも無事でよかった。エテルから大体の情報は聞いたけど、今の進捗を教えてもらえる。もう起こった、全ホロドラ集合体。これであのファルドラと同レベル。しますします、ごめんなさいご主人、まだ残っていて。いない？お前たちを絶対にファルドラ様のところに連れて行くわけには。人が話してんだろう。邪魔だ、もうお前の出る幕じゃないんだよ。ビビんなよファルドラ、まだこんな小細工でどうにかしたいか。どうあがいても俺がそこに行く。せいぜい小細工をたくさん用意しておけ。それら全部を俺が蹴散らした上で。お前の全てを俺が暴いてやるよ。嘘が好きなあんたにとって一番の屈辱だろ、ファルドラ。来いよ、お前に僕の嘘を全部暴けるものなら暴いてみろ。さて、ちゃんと言葉は届いたかな。独り言だとちょっと格好つかないな。ご主人、その目、使えるようになったのですか？この短時間で。ああ、俺のために命を懸けてくれた人のおかげでな。彼女の思いは本物だった。嘘じゃない？真実から得た力だ。本当にあなたは、私の想像よりも早く、そして想像よりも強く成長する。何がご主人をそこまで強くしたのですか？この東京でご主人は一体何の変化があったのですか？ですがこの力は一朝一夕で手に入るものではない。本当に世界最強の座に立つために本気で戦ってきたんですね、ご主人。投稿しましょうか、ご主人。いいよ、俺一人でやる。一対一であいつをやらないと分からせられないだろ。わかりました。引き続きこのエリアの見張りを行います。いや、コトカがここに拉致されている。だとすれば他の場所にいる。俺はファルドラのところに行く。そしていたら助ける。それ以外の部屋でコトカがいないか探してくれ。そして守ってくれ。わかりました。では部屋まで現状の説明をしながら案内しますね。準備はいいか？覚悟はできたか？一世一代の大勝負。対価は僕の存在すべて。来たか？普遍のヒーロー。待たせたな。昨日会ったばかりなのに懐かしく感じるもんだな。もう始めよう。俺とあんたの戦いを。今度は最後まで。まっすぐな目だ。だけど幾度くじけ。その上立ち上がった強い目だ。いいぜ。僕は成し遂げる。革命を。普遍を覆す革命のヒーローは僕だ。7月20日、午前8時、ファルドラとパトが虚構迷宮で対峙する。革命の正義と普遍の正義、2つの正義がぶつかる。あ、もう、私のご主人格好良すぎ。もう他のゴミと煙突ほどの差がある。もう眼福超えて視力がどんどん良くなっていくのが分かっちゃう。相棒も格好いいし、戦い方も格好いいし、普段は絶対にやらない険しい表情も素敵。振る舞いも、その後に見る私への優しい表情なんてもう焦点もの。ああ、このまま一緒にいたい、独占したい、その表情や視線を私だけで染めてほしい。もうその私を見る視線だけでちゃんこまで30人前は楽勝です。メリア説明、ファルドラに単価切ったんだから早くして、今これでも勝ってくらい格好つけてんだから、スマートさ大事よ。ご主人は最高、それ以外の説明は不要だと私メリアは思います。あ、ダメだ、厄介オタク発動してるわ。たまにバカになるんだよな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。
してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。